こんばんは、アブラミチョランです。はい、今夜もね、アブラミチョランド素人のウイスキー修行の旅です。はい、深夜はね、ウイスキーを飲めるように頑張ろうという、いい年して何をやってんだというコーナーでございますが、今日もね、ウイスキー飲んでいきたいと思います。今日飲みますのはね、自身初めて購入したボトルになります。それはこれです。ダーン、 IW ハーパーです。はい。今回ね、生まれて初めてね、ベビーボトルというかミニボトルというか、ちっちゃいね、ボトルで買いました。これ容量が 200cc ですね。だいたい通常のね、3分の1より少ないぐらいのね、容量なんですけども、全く飲んだことないんでね、うまいなと思ったら今度フルボトルで買おうかなと思っております。まあちっちゃいので買うと割高なんですけどね。前回のなんだろう、バット69とかね、全く合わないなって味だったら、もうボトル1本開けるのが大変だったんでね、こんなにしてみました。まあでも相対的に評判のいい、銘柄になりますんでね、そんなことはないだろうなとは思うんですけどね。で、今日のこのお酒なんですが、いわゆるバーボンになります。トウモロコシのお酒ですね。ケンタッキーストレートバーボンウイスキーと書かれていることからも分かりますように、まあ、4年以上熟成されたトウモロコシが 51% 以上を含むお酒と、いうことで、まあ、細かい規定でいうと、その、内側を焦がした、ね、アメリカンオークのシンダルで、熟成させなきゃダメだとかあるんですけども、バーボンの定義の、ね、根底的にあるのは 51% 以上、要するに半分以上がトウモロコシだよということなんですが、ちょっと僕今疑問に思っていることが一つありましてね、なんとね、ハーパーはワイルドターキーと真逆で、ものすごくトウモロコシの比率が高いウイスキーだそうです。で、ちょっとね、文献調べましたら、なんとトウモロコシの比率が 86% もあるんですって。で、そこでと思ったのが、なんか別の文献で見たんですけども、確か 80% 以上トウモロコシだったら、それはバーボンウイスキーじゃなくてコーンウイスキーって書かないといけないんじゃなかったかなって、うろ覚えながら思ったりもしております。その辺どうなんでしょうか、ご存知の方教えてくれればありがたいです。 86% でも、バーボン、ね、ウイスキー名乗っていいんでしょうかということで、うまけりゃいいんですみたいな感じですけどね。これちょっとでもね、ベビーボトルって、いいですよね。なんかスキットルみたいな感じでね、このたわんでるんですね、こういう感じ で私これジャケ買い的要素もあったんですけど、これ飲み切ったらね、スキットル代わりにね、ウイスキー入れて持ち歩こうかななんてちょっと思ったりしております。はい、そんなこんなでね、開封していきましょう。新しいボトルを開けるときはいつだってワクワクするもんさ。 It's always exciting when I open new bottleいきます。このね、最初に嗅ぐ時ってちょっとやっぱ緊張しますよね。あー、バーボンだ。バーボン、いわゆるバーボンの香りがしましたね。じゃあね、まずストレートでたしなんでいきたいと思います。これでもいい音するかな、ちっちゃいグラスですけど、ボトルですけどね。おー、いいですね。では香りから。あー、バーボンですね。いわゆるセメダインの香りが真っ先に来ました。ちょっとね、さっきね、ワインのレビュー撮ってたんで、お酒若干回って充血してるのかね、鼻、僕鼻腔すごく狭いんでね、鼻半分詰まり気味でよくわからないんですが、とりあえずね、溶剤のセメダインの香りはします。ただ全くそれだけかって言われると、
なんかなんて表現したらいいか分かりませんが、甘さを予感させる、匂いもあります。アルコール感もまあまあ強い方かなと、思いますね。じゃあいただきます。これ最初のねアルコールのアタックっていうのかな、キックっていうのかな、結構強いですね。ガツンとアルコールから来ました。しかしこのなんか転がして飲み込んだ後に甘さがねブワッと広がりましたね。これやっぱトウモロコシが多いからこういう、フィーリングになるのか、その辺はちょっとわかんないんですけど、わかりやすい甘さはありますよ。口の中でね、甘さが爆発しました。香りはでもやっぱりセメダインがメインですかね。バーボンといえば定番のねバニラであるとか蜂蜜みたいな香りはちょっと僕みたいな素人には感じ取れないですね。ああ蜂蜜ありますね。甘さの、要素としてはね蜂蜜ですね。やっぱりトウモロコシの穀物感もしっかりありますね。蜂蜜トウモロコシといった感じでしょうか。ピートとかその辺の感じはないですね。まあトウモロコシがほとんどですからね、ピート感もあったもんじゃないんでしょうけど、使ってるのか使ってないのか分かんないけどピートはまるで感じられません。多分ないんでしょうね。最後にちょっとビター感もありますね。そんなに強くないですけどね。甘みがメインで最後にビターといったところですかね。アルコール感、甘み、ビターという感じで、ちびちび飲んでもチェイサーが欲しくなりますね。アルコール度数は40度なんですけどね、なんか今まで飲んできた最近のウイスキーの中で一番チェイサーが欲しくなる感じはしますね。やっぱちょっとね加水してみましょうね。まあトワイスアップまでいかない水割りといったところでしょうか。じゃあ加水いきます。溶剤っぽさ、セメダインっぽさはぐーっと息を潜みましてね、なんか蜂蜜的な甘さがぐーっと香りが出てきました。面白いですね。いいんじゃないですか。加水した方が香りは断然いいですよ。じゃあ飲みたいと思います。いただきます。もう全然飲みやすい。これだったらチェイサーいらないですね。アルコール感強いな。意外でしたね。トウモロコシがすごい多いからもっとなんかこう滑らかで飲みやすいのかなと勝手にイメージしてましたけど、アルコール感こんなにあるって意外でしたね。なんか僕の中じゃなんかターキーの8年50.5 度のあれと同じぐらいのアルコールの強さじゃないかなと思ったりしますけど、皆さんいかがでしょうか。はい、ごちそうさまでした。私がね普段整骨院やってるんですけど、常連の患者さんがねこれを以前買われて、ハイボールでね飲んですごく美味しかったと、飲みやすすぎて飲みすぎて飲みすぎてしまうから注意ですよとおっしゃってたのをねちょっと思い出したりしました。まあ今日はねハイボールにはしませんけど、甘みがあるね、飲みやすいバーボンじゃないかなと思いました。アルコール感はあるんですけどね、
甘みがあるんで比較的飲みやすいと思います。甘みがあんまりないお酒でアルコール度数強いと本当辛いんですけどね、僕みたいな素人でもまあ、なんとか飲めるかなといったところです。しかし、86% のトウモロコシの使用比率で本当にバーボンで良かったんでしょうか。コーンウイスキーって 90% 以上でしたかね。また後で調べてみます。まあそんなこんなで今日はね、もうバーボンの定番 IW ハーパー初めて飲んでみました。まあ、トータル的なね、評価は、最後のなんて言うんだろう、総評で送り出しますんでご覧ください。それでは総評どうぞ。